これで、マジでどこ、うえい。もういいって。イカアナの谷を渡りたければ、凍てつく矢尻で川の魔物を貫け。あいつらやっつけた。なるほど。凍らせて、足場に一線といかんのか。信じる信じないはお前次第。死して屍残すマジ。それが我がガルたちの掟。なるほど、なるほど。そういうことか。でももうやっつけたよ。ってことは、もう普通に氷使ってでもいけるか？あ、てか。どこでもセーブをしておこう。んで、はい。これで普通に、いけるかな？なんかいけなさそうな気がしてきたけど。いよ。あ、いけたわ。イェーイ。んで、あとそこ、フックショットでいける感じ？ん？なんかあそこ洞窟みたいなのあるね。ここに来たけんなんなんやって感じか。ねえ、ここに来たけん何って感じですね。てか、あれじゃない？普通にゾーラとかで行けたんじゃない？それはダメなんか？あ、そっか、脱がんといかんのか。ゾーラ、ゾーラ。あ、いけんのや。あ、この中入れるかな？ちょっと入ってってみよう。滝がある、滝が。この魚は敵ではない。上がらせて。滝の裏、秘密の祠あり。体力に自信のある者の挑戦を待つ。しししし。滝の裏に秘密の。体力、半分ぐらい減っとるけど、いける？あ、これ今滝裏？へぇ。ん？なんかあそこに穴開いとるな。なんこの穴。え？穴じゃない？穴よね。回復できたりとかはせんかな。てかちょっと一旦さ、ここまで泳いできたけん、外して、とりあえず必要なところ以外は全部このお面つけとくか。あ、矢の補充、大事。多分この辺一体ね、全体的にこの面で進んでいくんだろうと思うけん。必要なところ以外は全部ちょっとこの面で切り抜けていこう。ボム中5個を手に入れた。Cアイテム画面でセットしよう。Cで担いでセットする壁を登る新型爆弾。壁も登るんか。何回でも復活してんじゃねえよ。私ハートが欲しいんやけどさ、でも若干回復したね。もうちょっとハート欲しかったけど、まあ行くか。秘密の祠。あ、この辺で回復できそうじゃない？なんか。え、矢だけですか？あ、まあ全体的に回復できると。ね、この虫さ、多分あれ、やない？あ、もう無理かな。ほら、捕まえれた。虫を瓶に入れた。Cで出すと逃がせます。小さな穴に潜り込みます。小さな穴に潜り込ませて、なんか、あれなんかできるんやっけ。でもまあ、必要なかったら捕まえれんよね。わからんけど。まあいいや。とりあえずハートは全部回復しました。
あれ？どうやって進むの？秘密の祠。びくともしないわ。え？ここで何かしなければいけない。ふわっとした、ふわっとした土が盛られている。で、ここに水もあるんよね。チャポン。え？植えれそうなもの別にないんやけど。デクの実って植えれんかったよね。投げつけただけやった。普通に魔法の豆がいるってこと？無理だよ。ま、多分、ここは、なんというか、あれですよね。本筋には関係ないやつよね、きっと。なんすか、普通に泳ぐことはできるんか、潜れんだけで。ゾーラになる必要はなかったな。待って。痛い。やめてください。あ、やべえ。ちょっと待ってね。はい、進みまーす。無駄に一発食らっちまったわ。こっち側は？こっちにも、タコの敵がおりそうな気配が。いや、大丈夫か。なんかすごい気持ち悪い音聞こえるけど。沼っち。え？何？上から落ちてきた？今。上から落ちてきたよね。これ前来たとこじゃない？新鮮な泉の水をお持ち帰りください。わからんかった。え、これ、あの、薬くれるおばばのところよね。え、待って、まださ、私、あれなんですけど、セーブポイント解放してないのに、こっちに来てしまった。くそー。待って、戻りたい。これで、マジでどこ、うえい。もういいって。でも普通にこっちに行くしかないんかな。でもこっちの方行きよったら多分あいつまた現れるやろ。あれ？現れん？あ、現れん。イエーイ。ん？あいつは多分話せるやつじゃない？ですよね。毎度っぴ。わし、この谷で商売してるっぴ。お、あれは、かけらじゃないか？お客さん、谷の向こうに行くのはやめておいた方がいいっぴ。あそこは呪われているっぴ。悪魔払いの被り物がなければ悪魔に取り憑かれてしまうっぴ。悪魔払いの被り物？今私が被ってるやつは違う？噂じゃ悪魔は同じ姿のものでないと怖がらないらしいっぴ。呪われた時に効く青い薬いらないっぴか？一杯100ルピーだけど。いやー、お金ないんで。あ、そう、呪われるっぴよ。軽い感じで脅してくんな。君邪魔なんだけど。その花使わせてくれない？あれか、買わんと無理な感じか。サコンのアジト、セキュリティは万全です。どうやって開くんやろ。これ何？絶対なんかあるよね。これがセキュリティかな。よいしょ。持てない？これ。持てないのか。絶対なんかさ、掴んでさ、押すと思ったんだけど。え、違う？セキュリティ解除してくれないっすかね。やっぱあれか？まあ、ヒントをくれたぐらいやけん、やっぱあそこを渡っていかんといかんのかな。もう一体の方出てこんねん。
ここを渡っていくしかないか。上なんか上がれるとこないんかな。あれなんなんやろ、足場？そん関係ないか。ちょ、こいつらマジ、もうやっつけとこうや。てか、やっぱり最初からやっつけとくべきやって。無駄に魔力使うしさ。体力も削られるしさ。ちょ、待って。よし、オッケー。無駄に体力削られた。やっぱあれに行くしかないんかな。え、これしかないよね。あ、違う違う違う、オカリナじゃなくて。うん、なんか飛んでいけそうなのがやっぱ。ねえ、この、あ、ん？あ、あそこにも木ある。ってことは、ここに一旦渡ってからの、ここで終わりなわけないよね。で、ここに渡って、んで？あの木か？届く？あれ。あ、いけそう。あ、待ってくれ、妖精や。来て。消えた。消えた。あれは瓶で捕まえる以外にはないんか。あぶねー。はい。えい。さあ、これでやっとワープポイントが解放されたぜ。オッケーやろ。ねえ、ここ鳥いっぱい。うい、また来た。呼んでないです。なんか攻撃パターン若干変わった今。はい、次のヒントは、湧き水の洞穴に入ろうとする者は墓に隠された歌を知らなければその者に災いが起こるであろう。湧き水の洞穴、湧き水の、私が行ったとことは別、墓に隠され、墓に隠された歌ってあれか、前のあのそのフラットの時のやつかな。あれお墓やったよね。で、なんか歌を教えてもらったよね。あれ？信じる信じないお前次第。ふんふんふん。あれのことかな。まあ、湧き水のホラー穴がよくわからんけど。ね、めっちゃミイラみたいなのある気よらん、あれ。うぃ。ちょっと出てくる頻度多いんですけど。イカーナの丘の干上がった川が蘇るには湧き水の洞穴に行ってみることだ。あ、結局その湧き水の洞穴には行かんといかんわけね。で、その湧き水の洞穴に行ったら、なんかその墓に隠された歌というか曲を演奏せんといかんということやね。え、キモい。そして鳥が来たー。キモい、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 なになになに、え、キモ、え、無理、え、怖、え、なに、止まった、またなんか列に戻っていった、え、怖、めっちゃしがみついてくるやん。私の家に近寄らないで。お父さんはあんたたちの仲間なんかじゃない。何？次の日の夜、あと36時間。違うのよ。私も仲間じゃないんだけど。え、何？何、何、何、何？何に注目したん、今。
あ、妖精の泉や。こんなところに。若者よ、私の願いを聞いてください。ロックビルの神殿の中に、囚われた同じ色の妖精を助けて、ここに連れてきてください。やったー、めっちゃ回復してくれた、あざーす。助かる。妖精の泉こんなわかりやすい感じで会ってくれたらめっちゃ助かるよね。はいいんだけど、どうやったら扉を開けてくれるんだ？あ、これあれか、イカアナの村って言ったやつか。なるほどね。うぃー。お、このイカアナの丘には水車のある家に住む親子以外は人間の気配を感じぬ。ほうほうほう。じゃあ他の家には入っても無駄なんかな。水車のある家っつった？ あれか、水車。なるほどね。これかな、ホラーな。湧き水の洞窟、亡霊出没につき立ち入り禁止。呪い。え、この呪いはあれですか？え、ちょ待って、さっきのどこや？この下か。この呪いってさ、妖精の泉で回復できる？これも回復してくれるかな？状態異常も全部治る？回復させてください。溶けてねえな。呪いは解けん感じ？やめてよー。え、じゃあこの呪い、時間経過で解けたりせんよね。え、じゃあこの呪いはさ、あれってこと？いや、もういいって。とりあえず別の種族になってしまえば、え、なに今の。なんで消えたの？なんか消えたよ。え、どういう状態？全くわからんねえけど。なんで消えたんやろ。謎。え、めっちゃ謎。何があった？幽霊小屋、さまよえる魂を用意してあなたのお越しを待っています。え、怖。何それ。てか誰が立てた看板？なんか思っとった感じと違う。え、なんか、怖い、声が嫌だ。見た目は全然大丈夫やけど。いひひ、この地方にあったイカアナ王国は血塗られて歴史、闇の歴史を持ち、今もこの世に恨みや未練を持った魂が集まりしところ。ここにいる奴らは自分たちより強いものを求め、未練を残して死んでいた魂の塊。もしお前さんが体力と腕に自信があるなら、このさまよえられ魂を救ってやっておくれ。いひひ。ただし30ルピーいただくかな。いや、いいです。こんな世の中だからこんな商売が成り立つのさ。ひひひ。うわ、声が嫌だわ。でもなんか、外におった時のイメージとは全く違うな。なんか普通に出し物小屋感がすごい。でもただ人間がおらんっていうだけでなんか、愉快なモンスターが、何今の。何？なんか目に見えないけど殺気を感じるのよ。あんた隠れている何かを呼び出せる道具って持ってなかった？隠れている何かを呼び出す道具ってなんやねん。知らんよ。はぁ、うざい。ちょっと看板切り落としてしまったやん。やめてや。読もうと思ったのに。これ読める？読めんよ。てか看板って切り落とせるんや。ちょっと看板読みに来たのになんてことしてくれるんや。なんかオーラだけなくなったんやけど、そんなことあるん？チンクル打ち落としてやろう。ちょっと待ってね。マジこの呪いいつまでもある感じ？嫌なんやけど。
シンクルやマジでどこにでも現れるよね。どうも。マップロックビル、ここよね。はい、買います。イエーイ、ロックビルマップをもらった。これで他人のことがよくわかる。よしよしよし、じゃあまた呼んでね。まあ呼んでるというか、君が勝手に飛んでるだけなんだけど。さあこれで、あの看板復活せんかな。あ、復活しとる。画面から消えたらいいんか。枯れ井戸、亡霊出没につき立ち入り禁止。どこにでも亡霊現れるな。まあ、そういう地域ってことか。はこいつマジいっぱいハート落としてくれる。イエーイ。はい、ということで、まあ、じゃあ今回はこの辺までにしておこう。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。要は、何やっけ、あ、祠？祠穴？なんかあの洞窟に入ってって、フラットから教えてもらった音を奏でればいいのか？で、水を復活させて、あの親子の家の水車を回すってことか。したら出てきてくれるかな？早く物語を進めたい。